宝丹市、宝丹市、マイナス市、和田市は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区宝丹地区に位置する研究市、高品質の南極の産地として知られる。古代の宝丹は、宇ウ宇ン,ン DN と称されるオアシスト市国家で、シルクロード、最域南道の要衝であった。土地の名前は、天下を繰り返し、中国語では、 和田と翻訳されて、現在に至っている。また、旧緑語の入り地、入り際の別名でも知られる。日鎮六鏡四街道が、ホータン市に属する。ホータンは、古くから、白玉、和田玉の産地として著名であった。玉は、中国、ペルシャ、イラクに輸出され、東西交易の利益によって、最域有数のオアシスト市に発展した。5世紀から10世紀にかけて、 ホータンでは、ガンダーラゴを継承したと考えられている、ホータンサカ語が使用されていた。和社である、古代の宝ンの住民はコーカソイドに属し、ホータンサカ語は、インドヨーロッパ語族に分類される。東西交易の要所であるホータンでは、イラン、インドをはじめとする、様々な地域の文化が受容されてきた。ウテン王国では、ゾロアスター教が流行した一方で、仏寺が多く建立された。 宇天王国は、ビジャやケ、ビジェイや、ビザによって統治され、中国は彼らを、常治主と呼んだ。紀元前2世紀の前漢代に、中国が初めて、宇天王国と接触した時、すでに宇天は、東西交易の中継地として繁栄していた。73年に宇天は、将軍、藩長の攻撃を受けて、五官に従属したが、五官の再域経営が行き詰まると宇天は自立する。 三世紀頃、ウテンは、前々、ソロク、キジ、エンキと並ぶタリム盆地の五大国となり、精神から、それぞれの国の王に、新時中大都位、サぐすスむ大公の称号が贈られた。四世紀から六世紀まで、ウテン王国は、全領、前身などの政権に従属し、トヨクコ魂やエフタルなどの遊牧民族の攻撃を受けた。随末期から、当初期にかけてウテンは、 西特結の支配下に置かれるが、六百四十八年に、ソロク、キジ、エンキと共に安在四鎮に組み入れられ、党の影響下に入った。党の再域はしばしば都番の攻撃を受け、宇天も、唐党と都番の競争の地となる。七百六十一年に、宇天に、里特府が設置されるが、七百九十年までに、党の再域経営の拠点である安在大都五府と、北定大都五府が、 トバンの攻撃によって陥落し、ウテンはトバンの支配下に入った。トバンの撤退後、リシがウテンに独立政権を立てる。11世紀、リシは中央アジアのイスラーム国家カラハンアサに敗れ、ホータンはカラハンアサに併合される。カラハンアサの支配下で、ホータンのイスラーム化が進み、イランインド文化は消失する。主要交易路の変化などの理由により、 イスラーム化が進んでからのホータンは国際交易の拠点から地方公の拠点へと役割を変える。カラハンアサが分裂するとカシュガルを支配する王家がホータンを領有した。12世紀に東西カラハンアサが西洋に侵入するとホータンもまた西洋の影響下に置かれる。内満族の駆逐力が西洋の定位を散脱した際、ホータンのイスラム教徒は キリスト教か仏教への改修を強制される宗教的迫害を受けた。元のクビライの知性に宇天は、ワツタンと名前を改められる。ワツタン戦石本水府が設置され、モンゴル帝国の王族が砲弾を統治した。マルコ・ポーロも東方圏文読の中で、ワツタンについての記録を残し、農業と繊維業が盛んな都市であると記した。民の時代になると、 ウッテンの旧称が再び使用されるようになり、1406年にホウタ丹王家は民に徴降を行った。15世紀以降のホウタ丹は、モグーリスタン藩国、ヤルカンド藩国、ジュンガルブといった遊牧民族の支配を受けた。ヤルカンド藩国の支配下では、市内の東の一角に、領主の城、宮城が建てられた。1680年に、 ヤルカンド半国がジュンガルに滅ぼされると、ホータンは、ガルダンハーンが任命した、白山島の法者によって統治される。1755年に、ジュンガル部が真に平定されると、1760年には、ホータンを統治していた、白山島も真に滅ぼされ、ホータンは、真のベンジ大臣の管轄下に置かれた。清の統治下では、ホータンは、地方統治の拠点の一つとして、 少数の官兵が配備される。18世紀から19世紀にかけて、宝丹の人口は増加し、球場の城壁の外に居住区が広がった。1828年、防備のために球場に隣接した場所に、新城が建設される。1860年代の海賊の反乱、海民放棄の際、ハッチー・パーディシャーが宝丹に独立政権を樹立した。この時代、 高丹の周囲におよそ1 0キロメートルにわたる城壁が建設されたが城壁は短期間で崩し、1884年に清が再建した新城壁の一部のみが現存する。1883年には直令地が設置され、1913年に直令地から県に改められた。1931年の曇るの放棄の後、 ホータンでも中華民国の支配に対する放棄が起きる。ホータンの勢力は他の都市の反乱軍と合流し、東トルキスタン共和国を形成した。ホータンの反乱を指導したムハンマドエミン・ボグラは、東トルキスタン市の著者としても知られている。中華人民共和国の成立後に、地名の簡略樹化が進められ、1959年に和県は和田県に改称された。 1983年に和田県から市が分割された。2000年当時の宝丹都市部の人口は約17万人。12の民族が居住し、うち約83%をウイグル族、16.6%を漢族が占める。清の時代、ウイグル族と漢族の居住区は分けられ、それぞれの民族は別々に生活していた。ホータン市は、 タリム盆地の南、チベットへと向かうコンロン山脈の北陸に位置している。コンロン山脈から流れるユルンカシュ川、玉梁カシュガル川とカラカシュガは各ヘシャゲ、カシュガル川に挟まれたオアシストである。合流してホ定タ端川となる二つの河川の推理によって都市は繁栄し、古来から農耕と果樹栽培が行われていた。クルバックと呼ばれる十字路が町の中心となっている。 現在の宝ンの市街地は12世紀のカラハン朝の征服以後に建設されたと推定されているが、正確な建設時期は不明である。テン王国時代の王城は宝ン市街に存在する洋都館遺跡と被されている。宝ンは、欠片の気候区分では、砂漠気候、BWK に属している。一年を通して、降雨量は少なく、昼夜の温度差が大きい。 春季、夏季にはしばしば風と砂ぼこりが発生する。宝丹は色鮮やかな高品質の南極、ネフライトの産地として有名であり、宝丹の南極は和田玉、養子玉として知られている。中国で西域の事情が明らかになっていなかった時代、宝丹の南極は愚子の玉、金仑の玉と呼ばれていた。古代の中国で得られた南極は宝丹が主産地であり、 遊牧民族の月子によって中国にもたらされていたが、紀元前176年に月子が強度に駆逐されると彼らの南極交易は終わりを迎える。宝丹近郊のユルンカシュ川の沖奇跡層からは白い南極が取れるため中国では白玉川とも呼ばれている。現在では白玉川の南極はほとんど取り尽くされているが、 年に数キログラムの良質な南極が川の川床から採取されている。夏から秋の間に、黄丹の南のコンロン山脈の雪解け水が、山地の南極を下流のユルンカシュ川とカラカシュ川へ押し流し、水流の減った秋になると、現地の人間が川に入って、川床の南極を足で探し出す。夏になると、コンロン山脈のマラマス鉱山で南極の採掘が、 行われているが、ユルンカシュガーの玉と比べて品質は悪い。古来中国の王朝と宝炭の関係は密接であり、宝炭は中国へ絹製品を輸出したオアシス都市の中で最も古い都市の一つに数えられる。三世紀から四世紀にかけて、宝炭では、アザブ、ケンプが多く生産され、東代の支所でも織物が宝炭の特産品として挙げられている。644年に、 宝丹、草津旦那を訪れた、現状山蔵も、大東西域記の中で、宝丹の織物と、カーペットについて言及するとともに、三種生前という現象を記している。1901年に、考古学者のオーレル・スタインが、宝丹近郊のダンダンミリ陸遺跡を調査した際、現状が記した、三種生前伝説を描いた遺体を発見した。クワゴの伝来にまつわる物語は、 一世紀頃の時代を背景にしていると考えられている。後に、カイコの卵はペルシャに密輸され、551年にペルシャを経て、ユスティニアヌス一世地下のコンスタンティノープーにもたらされる。現代も絹織物はホータンの主要な産業の一つであり、1000人以上の職人によって、年間に約1億5000万メートルもの絹布が生産されている。 1953年からの第一次後、可燃計画では、宝丹の織物業、養産業に近代的な技術が導入された。1950年代に建設された宝丹シルク省は、新疆最大のシルク企業である。宝丹の絹は、現地では、アトラスの絹と呼ばれており、アトラスは、ウイグル語で、絞り染めの絹織物を意味する。ウイグル族の女性が織る絹製品は、 人気が高く、その中には近代化される前の伝統的な手法を用いて作られるものも存在する。ヨシアサトの工房では、最も古い絹布の製法が継承されている。クアの樹皮を使用した製紙もウイグル族によって行われているが、製紙技術を継承するものは少ない。記録によると、サイリンが製紙法を確立するよりも100年以上前に、 すでにクアの紙が生産されていたという。絹の他に、綿布も、ホタンの特産品として挙げられる。清ホがタンを支配する前、カザフの商人は、ホタンの綿布を求めてカシュガルまで仕入れに出向いていた。18世紀に、清ホがタンを征服した後、ホタンの綿布は、カザフとの交易において、重要な輸出品としての役割を担った。タンの絨毯は、古来より、 輸出先の各地で重宝されていた。現代でも宝炭の絨毯は高い価値を持つ重要な輸出品となっており、アジア以外にヨーロッパやアメリカにも輸出されている。絨毯産業を代表する企業として和田外房絨毯工場がある。和田外房絨毯工場は1992年に長さ12.5メートル、幅4メートルを誇る世界最大の手織り絨毯。 天山章を制作した。この他に、1997年の香港返還と1999年のマカオ返還を記念したタペストリーも手掛けている。市には、宝丹地区、バスターミナルと、東港バスターミナルの二つのバスターミナルが存在し、ウルムチ、コルラ、カシュガルなどの他の新疆の都市に向かうバスが出ている。市の南 18km には、 和田空港が置かれている。国内線専用の空港であり、ウルム地域の便が運航されている。2011年6月にカシュガルとホータンを結ぶ格和線が旅客営業を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。